白石町の葛西紀行です。1月7日菅総理から新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県に配出されました。昨年の緊急事態宣言に続き2度目となりますが、市内でも家庭内感染をはじめとする新規感染者が急増しており、医療介護体制も非常に厳しい状態となっております。市民の皆様とこの危機的な状況を共有し、健康と命を守るため不要不急の外出を控えていただき、3密の回避、マスクの着用、手洗いなどさらなる感染予防策の徹底をお願いいたします。